こんにちは、朝8時です。雪、昨日暖かくなってだいぶ溶けたんですが、吾妻屋の屋根の雪もまだちょっと残っていますね。地面の雪も場所によってはだいぶ溶けたんですが、庭の雪まだ残っています。今日は長靴で歩くと雪と氷の音が同時に聞こえてきますね。雪が凍ったんでしょうか。ピオちゃんやってきました。大出まりに止まっています。手を出してミルワームを食べるように言っています。あ、飛んできて食べましたね。スローで見てください。ずいぶん複雑な羽の動かし方をして飛んでいることがわかります。2回目です。はい、2回目も上手にミルワームを加えていきましたね。ピオちゃん、飛んできて食べる方法をね、マスターしたようですね。なんか今くるりと回ったような感じです。スローで見てください。はい、ミルワームを加えてくるんと飛びましたね。南天にまた雪が積もり始めています。これは寒椿ですね。ノラニャンの足跡ですけども、寒くないんでしょうかね。チャイニーズホーリーの葉っぱにもまた雪が積もってきました。12月の雪って本当に珍しいんですが、これは、ムクドリですね。カメラで撮っています。土のところを盛んにつついているので、何か食べるものがあるのかと思います。何を食べているのかわかりません。飛んでいきましたね。そして電線に仲良く止まっています。寒いと体の羽をふわっと膨らませているので、丸くてちょっと可愛いですよね。はい、飛んでいきました。1羽だけ残ってしまいましたね。午後1時半になりました。いつもピオちゃんが着ている大出まりの根元、クリスマスローズ、そして葉っぱの細い水仙も見えますね。雪が降るところの皆さんはご存知かと思いますが、こうやって雪が溶けるとき、木の根元のところから消えていきますね。こんな感じになっています。南天の葉っぱの雪も消えました。この後ちょっとしたハプニングが起きたんですが、ポテンティラ慶春、まだ紅葉した葉っぱが、元気ですね。そしてヒガンバナの葉っぱも元気でした。雪の中からね、いろんなものが出てきますが、金魚草、株元がだいぶ溶けてきましたね。黒い土が見えています。チャイニーズホーリーも雪が溶けたようですが、まだ降り続いていますね。これがさっきの難点です。一部雪に埋もれていました。救出に成功しました。スローで見てください。ちょっとね、枝のところを触ったらばこのように、元に戻りました。カメラで撮っているスズメです。スズメもよく見ると本当に可愛らしいですよね。ただカメラに気がつくとすぐに逃げていってしまいます。なかなか慣れません。丸尾です。母ちゃんのカメラを紹介してくれるのかなと思ったら、行ってしまいましたね。私の時々鳥を撮るのに使っているカメラです。今日はこの辺でバイバイにゃー。